台風情報をお伝えします。まず台風8号の予想進路図からご覧ください。21時現在ですけれども、台風8号は日本の東海上にあります。千葉県の銚子市からおよそ300キロぐらい東の海上にあります。この後ですけれども、明日の午前中にかけて西寄りに進んだ後、進路を北寄りに変えます。当初の予想よりもやや遅れる形となっておりまして、宮城県あるいは福島県に明日の深夜から明後日の未明にかけて上陸するものとみられます。で、明日21時の勢力の予想を見ますと、最大風速20メートルとなっておりまして、この台風暴風域を伴わないまま、このまま上陸してくるものとみられます。まあ、広い範囲で風が吹き荒れるといったことはないものの、やはり東北は太平洋側、そして関東エリアは主に沿岸部ですね、こういったところで風が強まってくるとみられます。飛びやすいものなのは家の中に片付けるようにしてください。そして今回の台風は大雨ですね、こちらに対して特に警戒が必要となります。この後活発な雲が東北あるいは関東エリアにかかり始めます。特にトータルの雨量が多くなりそうなのが岩手県から宮城県福島県にかけてとみられます。多いところでは総雨量が200ミリに達する可能性がありまして、地盤が緩んだり河川の増水が広い範囲で想定されます。土砂災害などには広く警戒をしてください。関東地方については東北ほどの総雨量のまとまりはないと見ているんですけれども、それでも1時間あたり20ミリあるいは30ミリぐらいの強い降りとなって、道路冠水などが起きてくる恐れがあります。関東エリアも雨の降り方に注意をしてください。そして波ですね、こちらはもう今日今の段階から高くなってきているんですけれども、明日の日中帯は東北から関東にかけての太平洋側で4メートル以上のしけ模様ということになります。また台風中心が近づくにつれて東北の沿岸部では大しけとなっていきそうです。でさらにですね、明日の午後にかけては北日本のこの北海道の太平洋側でも波が高くなってきますし、こちら日本海でも風の強まりとともに波がだんだんと高くなりそうです。台風の中心以外のところでも海に関しては注意が必要です。台風8号は北西方向に進んで明日の深夜以降上陸してくる可能性があります。最新の動向に十分ご注意ください。